車もませんが、この田んぼのあぜ道となった山筋線から他にカメラを並べまして、列車とツインブリッジのとで先ほども案内した気象条件が中継となっています。
8人ぐらいでちょっと3人1号ほら温泉に泊まってっていうお客さんおるからオークションで温泉がないと空いとれば乗るっていうのは一番怖くてびっくりして9人もいたさ。今日また釣り船に苦労した。自分で、2万円分千円札20枚持ってたんだけど、それでもダメやん。
Thomas, get it.